はい、じゃあ、続いてマザーボードこちらですね。はい、ZY70 Pro ということで、まあブラックですね。中もなかなかデザイン的にも、この奥に何か入ってますね。二重底になってて、フェイスと化粧ボードとトリセツとケーブル系ですね。ケーブルシールですかね。シールまずは、いわゆるケースの化粧ですね。あとケーブル、トリセツ、あ、ソフトウェア、DVD って書いてありますね。こんな感じです。クーラーの取り付け方、メモリーの入れ方とか、まあ割とこまめに書いてくる。あ、日本語で書いてありますね。あと、あ、結構ありますね。14ピンから、HDMI もあって、なかなか BIOS ですね。なるほど、こんな感じです。取説、あとは本体に戻りましょうか。あ、これ今開いてますね。まあ、静電気がなんか多少あれしてくれてるような、このケースというか、あの袋ですね。あとこんな感じですね。なるほどね。まあ、フォースロットルですね。まあ、ちょっと前のタイプなんか少し参考に。こちら、P7H の 55V ってやつですね。これはもう、3、4年前なのかな。一応このもの使ってないんですけど、電池だけ入れて、こんな感じですね。少し大きさは大きくなってるのかな。あ、もう、あ、すごい。一応10円ピンもある。DVI が、これってないじゃない？HDVI がないね。という感じですね。これが少し前の。はい、じゃあ今回 Z、 はい、170 Pro ってやつですね。まあ値段等をまた見ていただければ、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、そしたらちょっとこちら CPU を次回にちょっとマザーボードにつけてみましょうかね。まあ、
こちらケースからまあ出しますと、さっき見ていただいたとこんな感じですね。もう本当に薄いんで、今ファンがくっついてなくて、CPU コアのみの販売になってますよね。ここでこう開けていただいて、挟んであるんですね、ファンがね。こんな感じでまあ蓋されてますから、またしまう時にもこれ取っておけば結構密閉されてるし、なかなかいいかな。こんな感じで、ね、今回まあそれ用に買った、こちらの、プロの方ですね。こちらが、まあ、ここに、溝があるようなところに埋め込んでいく感じだと思います。で、ここにちょっとグリスを塗る必要があるでしょうけどね。これちょっとこう、溝切りのような、ここですね。ここに溝がありますよね。こちらにもそうですね。それをこう当てていただいて、こうなります。で、まあ、インテルこれ2年に1度規格変えるんで、例えばこれ前のタイプですと、この溝の位置が微妙に、微妙にどこに入れても入らない。収まらないですね。こちらですと、それでぴったり収まると。で、取っていただいて、これケース外して、この上にファンが来ますね。まあ、こんな感じですね。ここに CPU 埋まってますよね。この上にちょっとグリスを乗っていただいて、ここにファンが来ると。こんな風に取り付ければ、まあ、これはちょっと全然違うマザーですけど、あのタイプですけどね。昔はこういうフラットケーブルも使ってましたね。はい、ありがとうございます。